2月12日発売の女性自身が逮捕された新井博文の親友であるムロツヨシの近況を伝えた記事によると、新井の逮捕でムロは大きなショックを受けているという。ムロと新井は10年来の親友で、二人きりで京都旅行に行くほど交流が深かったそうです。それだけに逮捕報道後は意気消沈しており、新井のほか、小栗旬や綾野コーラと集まって開く飲み会は自粛せざるを得ない状況とのこと。またムロは、猛省を促すために新井とはしばらく連絡を絶つことを決めたのだとか、芸能記者、ムロは新井の逮捕後、ツイッターで、この時に、つぶやかないような関係ではないんです。つぶやきます。目を見て、悪いことをした、と言ったら、思いっきり、叱ります。嫌というほど、叱ります。それだけです。まだ目を見てない。だから俺は普段通り、これから飲み行ってくるよ。くれそうだったら連絡してな。行ってくるね、と投稿し、二人の関係性に注目が集まった。そんな中、一部のムロファンがざわついているという、ファンの間で、ムロツヨシが新井のインスタフォローを外したと話題になっています。ムロは陰で新井を支えていくと思われていただけに、なぜ、一度、突き放すために切ったのかな、そこはもうそのままでいいのに、と心配する声も。一方、ツイッターではムロが自身を中傷するコメントに、いいねしており、その投稿はフォロワーに表示されるため、アンチが突撃する状況となっています。彼が何を思って、いいねボタンを押したのかは不明ですが、前で芸能記者、今後、ムロが新井と、どのように向き合っていくのか、二人の関係性